だってお金になるんだもん、これ。うん。本当そうですよ。いいシステムだな、本当。死ねとかっていうね、アンチコメですらお金になるっていう。いいシステムだわ、本当に。完全に本当、錬金術ですよね。大体ね、こんなし、お前死ねとか言われて、それで聞いちゃうやつなんて配信なんか向いてないから。ネットにはね、いろんなやついいんですよ。バカみたいなやついいんですよ。アホみたいなやつ。ね。人の悪口を、ね、陰でこそこそ、匿名で打つことしかできない、アホみたいなやつらもいるんですよ。友達もいない、仕事もしてない、引きこもりのアホみたいなやついるんですよ。だから、自分がね、配信なんかしてると、そういうやつに目つけられると、別に自分がね、なんでもね、そいつに何をしたわけでもないのに、死ねとかゴミとか言われるわけですよ。そんなんね、言われますよ。誰だって。特に俺は言われやすいけど。でも誰だって言われると思うよ。誰だって放送してて死ねとか言われたことあることのが多いと思うよ。配信歴長ければ。それは、でもそんな死ねぐらいのコメントで、もう本当にね、もう耐えられないんだったらもう絶対配信その人向いてないから。大多数に見られるってそういうことだから。特にね、ニコ生なんて変なやつ、ネットなんて変なやつ多いんだからさ、匿名をいいことにね。そうなのよ。死ね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 って言ったか死ねバーカ死ねゴミ死ねって言ったか死ねバーカ死ねゴミがはハゲ死ねやマジでゴミがチビでデブでハゲでニートで親のすねかじりがマジで死ねや いやー、コメント稼げたな。いやー、ちょろいな。マジでさ、協定なんかやってないで、こんなバカ相手の商売って儲かるからね、本当に。バカ相手にした方が儲かんじゃないの、ノーリスクで。本当思うよ、マジで。協定なんてリスクあるものやんないで。これ、バカを相手にした方が金稼げんじゃねえのかな、ノーリスクでね。雑談続かない？だってそんな話すことないもんね、ぶっちゃけ。とりあえずこれ6時間枠頑張ろうかなって思ってるんだけど。
ドライに抱きしめて、噂のセクシーガイ。みんなさ、多分知ってる人の方がもしかしたら少ないけど、モーニング娘。のセクシーボーイ、そよ風に寄り添ってって曲知ってる？知ってる？ 知ってる人。多分知らない人の方が多いのかな。知ってる人はので、知らない人はへで。どうしよう、これでもまたコメント稼げちゃう。知らない。あ、でも知ってる。どんぐらい知ってるのかな。あのね、まあ、一応、ちょっと歌うけど、あれですよ。ちょっとね、サビんとこだけ歌うわ、じゃあ。水しぶき上げながら、みたいな。愛しさを連れてきた、セクシーボーイ、みたいな。未来まで続くなら、戻れないわ、ホリーナ。いっぱい期待、いっぱい期待、そよ風に寄り添って、みたいな曲なんですよ。それの合間に、なんか、セクシーふわふわっていうところがあるんですよ。水しぶき上げながら、セクシーふわふわ、みたいなとこがあるんだけど、俺そこね、今ふわふわって言ったけど、俺そこを、ずっとふわふわって言ってるのかと思ったら、あれ、セクシーふわふわじゃなかったんだ。知ってる？知ってる？知ってた？知ってた？俺、2日前に気づいたんだけど。この曲知ってる人知ってた？あれ、セクシー上上って言ってたんだよ。ふわふわじゃなくて、上上って言ってたの。上って言ってんすよ。上下の上ですよ。で、なんか振り付けでもセクシー上上ってやるんですよ。セクシー上上ってやるんだけど、で、このね、セクシー上上ってのもめちゃめちゃあるんですよ、その曲の間に。そう。で、なんかそれを気づいた時になんかすごいいい曲だなと思っちゃった俺。そう、歌詞ってたまに間違える時あるよね。聞き取れなくて。セクシー、ふわふわかと思ったら、セクシー、上、上っつって、で、しかもその振り付けがセクシー、上、上で、こうなんか、可愛いじゃん、なんか上、上って。上、上って可愛くない？このなんか、振り付けでこう上を指してる感じ。花火もらったら次からそれやろう。あ、やろっか、それ。セクシー上上って。それやろっか。100万って花火200発必要。あ、2000発か。2000発。やばいね、2000発って。ハロウィンナイミライブキナかぼちゃがさそう。